ねえ。いや、ちょっと待って、いや、今撮ってんねん。ねえとか言ってケツ揉んでる場合じゃないんですよ、本当に。気分ないね。うわ、風がやばい。帽子飛んでいくわ。風で、
抜けた。ああ、ちょっとフックがワンフックなんでね、このねブレードのフックがすごい難しくて、これねもともとついてるフックだと弱すぎるんで、かといってでかいフックをつけられないんですよね。 泳がなくなっちゃうんで。危なそうやなここ。ちょっとここ打ってみますね。うっそマジで、いや絶対釣れると思ったのに。うっそやん。ここもいそうですよ。ちょっと足元打ちますわ。当たったのに、うっそー乗らんかった、おった。ああくそー、もう無理か。うっそーマジ。釣れると思ったんやけどな。よし、行ってみますか。さあどうだ。ちょっとさらし薄いかな。あっち側はこっちやな、やるとしたら。さあどんなんだろうな。ここは結構規模でっかいね、ここ。まあここ打ってあっち側移動する感じですね。多分向こうの方が当たってると思うんで、波。これはちょっとワームかもな。気持ちいい。晴れててすごい気持ちいいですね。なんで来ない。最悪じゃん。波上がってきとるわ。危ねえ。よし。いやー釣れんぞおい。マジかよ。はい、いただきます。もう美味しいか美味しくないんかっていう判断ができない。うまい。美味しいね。うん、何でも美味しいっすわこれ。もうこんなに腹減ったら。海苔弁に焼きそば入ってるって珍しいよね。はい、朝一の磯に戻ってきました。ちょっとやっていきます。なんとか一本釣りたいね。危ない、足元が。これすごいよね。やばいな。ただ風向きはそんな変わってないですね。向こう側からバーッとこっちに吹いてきてる感じで、こういう風に吹いてます。で潮は下げ潮で、朝一とそんなに状況変わってないんですよね。まあ夕間詰めっていうことで、なんか状況が好転してくれたらいいかなっていう。ちょっと雨が降ってきたね。なかなかの天気になってきましたよ。でも風は逆にかなりマシになってきたかなって感じがします。なんか出そうやけどな、ここら辺も。
うかな。あれ波に持ってかれただけ。そっち、おっさ、食った食った食った。あっさ、オッケー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 。おー、いい引き。おっさ、ひらひらひら。オッケーオッケーオッケー。よし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 。オッケー、おっさおっさ。あかん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 。危ない危ない。こうなったらちょっとリーダーつかみ作戦いくわ。よしよしよし、オッケーオッケー、やっぱおった。ふぅ、来ました。よっしゃ、はい、やりました。ありがとう。ふぅ、気持ちいい、最高です。ありがとう。でかい。いやー、皆さんやった来たかい、やりました。最高の景色の中で最高の一本、3時間運転した甲斐がありましたわ。この釣りが大好きなんです、僕。というわけで、ご視聴ありがとうございました。でもね、まだ明るいでしょ。暗くなるまでやってやる。ちなみにですね、なぜこんなにいろんな種類のアラームがあるかというと、いろんな場所に行くので、その場所に応じてしっかりと朝まずめができる時間帯が違うので、このようにアラームがバラバラになってると。そして9時以降ですね、遅い時間帯まで、夜の9時ぐらいまで、なぜこんなアラームがあるかというと、これは仮眠の時間です。